皆さんこんにちは。ゆっくりです。本日は、ちょっと怖い目にあったかも、の、一本をお送りいたします。どうぞゆっくり聞いていってください。ついさっきの話なんだけど聞いてくれ。昨日の夜、12時前に寝たんだけど、外でガヤガヤ人の声がするんで起きたんだよ。時計見たらちょうど3時。カーテン開けて外見たら、人の姿なんてない。でも割と近いところから声がすんの。俺んちは田舎で、周りは田んぼとか空き地ばっか。何かあったのかなーって思って下に降りると、台所で母ちゃんがパジャマ姿で立ってるの。何かあったの?と聞くと、すごい大きな流れ星が見える。って、はぁ、と思いつつ、俺は興味が湧いてきて外に出た。外に出て空を見たけど、曇ってて流れ星なんか見えない。人の声は相変わらずしてて、すごいすごい、とか、あ、消えた、あっちあっち、とか、10人以上の気配があるわけ。これは公民館の前に集まってるようだなと思って、自転車に乗って向かって行った。すっげえ寒くて人も見えないし、車も1台も走ってないんだけど、公民館に近づくにつれて、人の声が大きくなっていった。早く早く、俺も流れ星見てー、友達とかもいるかも、と、ワクワクしながら行ったんだけど、公民館が見える場所に来ると、そこには人っ子一人いなくて、声もばったり止んでしまった。あれ、おかしいなと思って、そこら辺一回りして家に帰ろうかとしてると、またガヤガヤと人の声がした。今度は少し離れた工場の方からしてくる。そっか、工場の駐車場広いもんなと思った俺は、そこに向かうことにした。さっきと同じで、工場に近づくにつれて人の声ははっきりしてくるんだけど、いざ駐車場に着くと、誰もいない。なんなの、みんなどこにいるの、と、軽くイラついていると、また向こうの方から声がする。ごくり。それでそれで。とにかく声がする方へする方へと自転車を走らせていった。寒くて暗くて、そのうちさすがにちょっと怖くなってきて、早く人がいるとこに行かないと、と、パニクってきた。結構長い間自転車を走らせて、町外れの方まで来てた。大きな国道に突き当たって、それを渡ると川があって橋があるんだけど、横断歩道の信号が赤だったので止まっていた。川の向こうの方から、今度はもうはっきりと声が聞こえて、あ、光った、とか、すごいでかい、とか、もうめちゃくちゃ楽しそうだった。どんだけ地獄耳なんだよ。車も通らないし、赤だけど渡っちゃおうかなと思っていたら、でっかいトラックが猛スピードでやってきた。目の前を通り過ぎる時に、ブワーンって大きな音がして、それ聞いた瞬間に、全身に鳥肌が立った。あ、これはやばい。絶対行ったらやばい。って急に思った。信号が青になったけど、止まったままでいた。すると、それまでガヤガヤしてるだけの声の中から、明らかに俺に向かって話しかけてる声がしだした。早く早く、とか、すごい楽しいよ、とか。俺はもう絶対帰りたいんだけど、全身に鳥肌が立ちまくって、金縛りで全然動けなかった。ああ、やばいやばい、どうしよう、マジやばい。と思っていると、ふと道端にお地蔵さんがあって、それを見ると金縛りが解けた。すると、今までの声の様子がガラリと変わって、殺す殺す、死ね死ね、とか、たくさんの人が言っている。ああもうマジでこれはやばいと恐怖を感じて、俺は速攻自転車の向きを変えて走った。走り出した瞬間に、後ろの荷台がガクってなった。
誰かが乗ったってはっきりわかった。そんなに重くなくて、子供ぐらいの大きさなんだけど、怖すぎて腰の力が抜けて、なかなか自転車をうまく漕げなかった。ちょっと怖いなんてレベルじゃねえぞ。後ろを振り向いたらマジでやばいことになるぞとなぜか思った。それから、自転車捨てようと思って、走りながらだけど降りようとしたら、バランスを崩して自転車ごと倒れてしまった。道路に倒れたまま自転車の方を見ないようにうずくまっていると、タッタッタッタって、人が小走りする音がして、今来た道の端のある方に去っていった。気配がなくなるまで待って、倒れた自転車を起こして、もうダッシュで家まで帰った。家に着くと、家族はもう起き出していた。時計を見ると、もう早朝の5時半を回っていた。あんたどこ行ってたん?と、母ちゃんに聞かれ、流れ星があるって言ったやん。と言うと、母ちゃんはそんな記憶はないという。俺が今までにあったことを話すと、それは狐や、ということで、酒をコップに1杯飲まされて、風呂に入らされた。エルゴの症状ですね。どう見ても母ちゃんが黒幕。以上です。俺的にすごい体験だったので誰かに話したかった。そろそろ学校行く準備するわ。夢落ちじゃなくてガチなんだ。俺は全然霊感とかないけどな。さっき聞いたら、ここら辺には狐の霊がいて、親父も死んだじいちゃんも化かされたことあるってさ。俺も夜散歩してたら、前から歩いてくる人がいて、無視してすれ違った後家に戻ったら、衣服が切れてたことならあったな。で電気消して外の様子を見たら、そいつがじっと見てた。俺赤い狐より緑の狸派だから、ごめん。終わり。